こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、ウインナーが約50本あるんですけど、こちらをご飯と一緒に食べたいと思います。でこちらですね、実はね、前箱根にまた箱根かって感じですかね、箱根に旅行に行ったんですけど、その時にね、50本ほど腸詰屋というウインナー屋さんでウインナーをね、仕入れてきまして、50本仕入れですよね。こちらの買い物じゃないかもしれないですね。はい、ウインナー大好きなんで楽しみです。じゃいつものホットプレートを出します。まずはこちら一番定番っぽいポークソーセージウインナーから。おー、ジュージューいってます。これはチーズ入りウインナーです。ミュンヘナーバイスブルストっていうウインナーですね。ビナーブルスチェンです。言ってもなんかよくわかんないですね。わー、焦げ目がついていい感じです。これ見てください、チーズが溶け出してます。美味しそう。塩コショウします。はい、美味しそうです。めっちゃいい匂いがしてきました。いただきます。じゃあこの定番っぽいポーこのポークインナーから。肉汁がすごいですね。こんな感じです。お肉の旨味が皮の中にギュッて詰まっとって、結構粗挽きですね。味がしっかりついとるから、ご飯とすごいよく合うなって感じですね。美味しい。うん、味がついてるから塩コショウいらなかったかもですね。今日はご飯を6合用意しています。うん、美味しい。ソーセージにはマスタードがあるのにって思ったでしょ。いや、私も思ったんですよ。実はね、お店で美味しそうなマスタードが売っとって、これもくださいって言ったんですよね。で、私いっぱいあるから、50本もあるから送ってもらったんですよ。そしたらその送ってもらった中にマスタードが入ってなかったっていうね。すごい、私はありがちですね、そういうことがね。まあこういうもんだと思ってます。レシートも取ってないんですよ。だからお会計に入ってたのか、お会計に入ってなかったのかちょっとよくわかんないんですよね。こんなこともあります。マスタードまた買います。うん、チーズ入りウインナーです。うん、固形のチーズが入ってるのかなと思ったけど、そんな感じで、まあ、焼いたからかもしれないですけど、そんな感じじゃなくて、なんかチーズがね、もう入ってるわけじゃないんですよ。チーズの旨味がじわっと溶け出すって感じですね。美味しい。これは結構入ってるの分かりますね。液状のチーズなんですよね。モッツァレラとかじゃない感じの液状のチーズが詰まってます。危ないかな。結構安定してます。めっちゃ重いんですよ、お皿がね。あ、最初に食べたやつね、味がすごいついとるなと思ったら処理層でした。辛いやつでした。どうりでね、味が濃いなと思いました。次はミュンヘンバイスバルトです。ドイツっぽいですね、名前が。このソーセージは中身がめっちゃ柔らかいです。味もね、結構優しい感じですね。うん、次はビナーブルスチェンです。うん、これこそオーソドックスなソーセージって感じですね。骨が入ってます。新鮮な証拠ですかね。で、次は2段目です。で、何が何だか分からなくなっちゃいました。で、まだこのウインナーから。多分これはグリーンペッパーソーセージです。ちょっとね、もう名前がちょっと曖昧になってきちゃいましたね。これがニューベルグンソーセージかな。いや、もう分かんないわ。全然分かんない。何が何だか全然分かんない。もう太い感じのソーセージですね。このソーセージめちゃくちゃ大きいです。あー、いい焦げ目がついてます。
ハーブが効いてます。美味しいです。よいしょ。ちょっとですね、またメモリーカードがちょっといっぱいになっとったのを今気づいたんで、新しいの入れました。ウインナーとマヨネーズ合いますよね。このウインナーはね、すごく味に癖がありますね。臭いです。めっちゃ乗ってる。次はこのウインナーです。やっぱ白いウインナーってちょっと薄味で優しい味してますね。これはガーリックウインナーです。ニンニクが効いてて美味しいです。最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。ウインナーがね、たくさん食べられてとっても美味しかったです。私が一番美味しかったのはチーズ入りウインナーですね。2番目はガーリックウインナーやったから、とても美味しかったです。ウインナーと本当ね、全部同じような形なのにいろんな味があって面白いですねいろんな食べ方もできますしね。とても美味しいので、ぜひぜひ皆さんも食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。